全勝必至。新日本プロレス春の最強戦士決定トーナメント、ニュージャパンカップ2018。2005年から開催され、今年で14回目となる戦いの祭典は、常に新日本マットで激動と希望を生み出してきた。プロレスが日本を笑顔にします。目覚めた。悲しみと痛みの中で青く熱い花を咲かせた春。プロレスのパワーは永遠に不滅です。春男は後藤博之だ。2009年、2010年に続き、3度目の頂に上り詰めた春。苦しみの末、背水の陣で勝ち得た春。ここから始まった内藤哲也革命の春。このベルトに挑戦したいんだったらな、ニュージャパンカップ優勝してから来い。約束を果たした春。男の根性を見せてやる。以上。そして2018年春、16名の選手たちが熾烈で過酷な戦いに挑む。一つの負けも許されないトーナメント戦。己のパワー、頭脳、心を研ぎ澄まして、春の頂に狙いを定める。さらに頂点に達した者のみに開かれる、より一層の高みへ向かう三本の道。ネバー無差別級王座、IWGP インターコンチネンタル王座、 IWGP ヘビー級王座、いずれかの王座へ 4.1 両国国技館での挑戦を選択できる。決勝戦は 3.21 新潟アオーレ長岡。春の嵐が吹き荒れる激闘必至のトーナメント、ニュージャパンカー2018。春男の座をつかみ取れ。